小学校令は、近代日本の初等教育制度について定めた、次の二つの直令である。最初の小学校令は、森有の理文部大臣のもと、1886年4月10日に、それまでの教育令を廃して交付された。1890年、改めて小学校令が交付され、従前の小学校令は廃止された。この小学校令は、 1900年8月20日に全部改正された。最初に交付されたものと改正されたものをそれぞれを第1次小学校令、第2次小学校令、第3次小学校令と呼ぶ。第3次小学校令を全部改正する形で制定された国民学校令が施行される1941年まで50年以上効力を有した。形式的には 最後の小学校令は学校教育法の施行により国民学校令が廃止される1947年まで存在していたことになる。第一次小学校令は1886年4月10日に交付された。全員16条からなり各条項で小学校の設置、運営に関する基本事項を定めている。また、同年5月25日に 小学校の学科及びその程度を交付し、小学校の編成、修行年限、学科、児童数、教員数、授業日数及び各学科の用紙を掲げて、小学校教育の内容に関する基準を示した。第二次小学校令の施行に伴い廃止された。第二次小学校令は、1890年10月7日に交付された。これにより、 第一次小学校令は廃止された。この第二次小学校令は、明治33年に全部改正される。1889年4月に実施された、市町村制と同年交付された、府県制、軍制により、地方自治制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。第一次小学校令よりも小学校の制度について、詳細に規定し、 全文96条からなる。第二次小学校令は多くの最速を必要とし、その交付の翌年1891年中に多数の関係法規が制定された。その中でも主要なものは、私立小学校代用規則、小学校設備準則、小学校宿、日大祭日儀式規定、補修課の強化目と修行年限。 先週科渡定学校及び実業補修学校の教科目と修行年限、追加目等に関する規則、小学校教則対抗学級編成等に関する規則、小学校の毎週教授時間の制限、小学校教員検定等に関する規則、市町村立小学校長と、教員名称と待遇等、第2次小学校令を全部改正する形で、 1900年8月20日に交付、同年9月1日に施行された。第1条の小学校目的規定は、第2次小学校令のものを継承。それ以外では、全面的な改正を実施、全73条からなる。また、第3次小学校令に基づき、新しく、小学校令施行規則が制定された。日本の近代国家体制の整備により、 産業をはじめとする社会の各方面で新しい進展が見られた明治30年代初頭、その根幹を支える教育の分野でも近代学校制度のより一層の整備が必要となってきた。主な改正点は現在の6年制の小学校の始まりとなる尋常小学校の6年教育を定めるものである。従来の修行年限では 義務教育の本旨を全うすることはとても困難であったため、1900年現行小学校令を制定する際すでにその年限を延長することが必要であると認められていたが、当時4年の義務教育すら普及するに至っていなかったため、将来に義務教育延長を行うこととし、 その準備として尋常小学校に修行年限2年の高等小学校を併地することを奨励することとした。それ以来義務教育は著しく普及し、さらに尋常小学校に高等小学校を併地した尋常、高等小学校の数も増加したため、改正の時期が熟したことが認められるとともに、戦後ますます国民の知得を上進むする必要があり、 これを義務教育の年限を延長する理由となった。もちろん6年間への延長だけでは十分ではなかったが、1907年当時の状況では、急速に義務教育をさらにそれ以上に延長することは難しいため、ひとまず義務教育期間を6年とすることとし、さらなる延長は将来行うこととした。1907年3月21日の 小学校令中改正の件により、義務教育期間、つまり尋常小学校の修行年限が2年、延長され、6年間となった。1941年、第3次小学校令は全部改正され、題名も国民学校令に改正された。ありがとうございます。